奥間プライベートビーチリゾートは、1978年に開業した沖縄県国神郡国神村にある、株式会社琉球ホテルリゾート奥間が運営するホテルである。奥間プライベートビーチリゾート第2次世界大戦後、アメリカ軍の接種地として、ボア奥間ボア送信局となっていた奥間ビーチは、1977年5月に、その一部が返還された。 2000年、返還には密約で、国外移転費1600万ドルを日本が負担した、ことが米国文書開示によって明らかにされている。一方、隣接する三崎部分は、現在も奥間レストセンターとして、在日米軍の保養施設になっている。ボアの返還跡地を観光保養地とすべく、地元資本により開発と運営が行われたが、約1年で中止となった。その後、 地元からの要請を受けた日本航空が同施設の開発と運営を引き継ぐこととなり、リゾートホテルを経営する奥間ビーチランド株式会社を1978年6月に設立、同年7月にビラ奥間リゾートを開業させた。ホテル運営は日本航空開発株式会社に委託。沖縄本島随一の景観、自然のままの産後将軍。 コンキの海と約1キロメートルに及ぶ白車のビーチを生かし、アメリカ軍が使用していた宿泊コテージを改装して、アメリカ的雰囲気を残しながら、他のホテルとは一味違うリゾートが形成されている。2007年3月に経営再建を進める日本航空がホテルなど保有資産整理の一環として保有する奥マビーチランド株式会社の全株式を アメリカ大手投資会社ローンスター系列のホテル運営会社であるソラーレホテルズリゾーツ株式会社へ売却した。株式売却後もホテル運営は引き続きジャルホテルズの後ろ身である大倉日光ホテルマネジメントが担当している。2018年12月31日宿泊分を持って株式会社大倉日光ホテルマネジメントとしての運営を終了し、 株式会社琉球ホテルリゾート奥間による運営となる旨発表された。2019年1月1日より株式会社琉球ホテルリゾート奥間による運営となった。ありがとうございます。